ラトゥール・ドーベルニュは、フランス、オーベルニュローヌ・アルプチ域県、ピュイドイコールドーム県のコミューン。ビュランド・ダニ、ラトゥール・ドーベルニュは、ピュイド 3C の西側斜面、平均標高は、約1000メートルの地点に位置する。県の南西部にあたる。クレルモン・フェランから60キロメートル離れており、県道203号線が横切る。 203号線は A89 と、県道を2089号線と接続し、ベスイコールエイコールサンタナをおよびイソワールとつながる。カンテル山地と南側のタランテーズ川に挟まれた、アルタンス高原に伸び、西のコレーズ川とアベーズ渓谷の間にはボール、レゾルグダムがあり、北はラブルブールおよびモンドールの氷河国があり、東はピュイドサンシ c 山地である。 ラトゥールドーベルニュは、25万年以上前のピュイド、サンシーの火山流の残りである、玄武岩の路頭を基盤としてできた非常に古い村である。村は、天然の岬状の岩に腰掛け、ビュランド川及び、支流のビュランド川に挟まれた谷の中にある。ナジーのおかさんパルデュー教会ラトゥールドーベルニュの名は、フランス中で知られている。ラ トゥール・ドーベルニュけケとその輝かしい生因のおかげである。ローマ時代、監視塔は敵の侵入を防ぐためにそこに築かれた。この塔が建てられたことで村の名が決まった。領域はむしろ居心地が悪く、往来に不便であり、ラブルブールとモンドールにあったローマ式浴場の近さを考慮すれば、すでに人が移り住んでいただろう。ポンド・ラピエールという土地には、 ローマ時代の橋のアーチ部分が残っているが、これはローマの街道が近くを通っていたことを示す。中世、ナジーの丘の上の塔、コミューンのサンドナにあるユサマ地区では、バイキング襲来を警告していた。バイキングたちは、タランテーヌ川を遡り、さらに内陸に入って、略奪や殺人を働いた。10世紀、このラトゥールの土地は、ギュイエンヌの家臣である。 オーベルニュ博家に属していた。それにもかかわらず、歴代の伯爵たちは多かれ少なかれ自治を持っていた。一般的には、950年代に、ジェローが初代のラ・トゥール男爵になったとみなされている。父である、オーベルニュクベルナール2世が、ポワティーハク義オーム賛成によって、領地を没収された時、ジェローは、一族と共にこの地に避難してきた。 標高の高い部分はほぼ難攻不落の要塞によって守られ、年間を通じて往来が困難であり、ラトゥールは避難所であり強力な男爵寮の本拠地を提供していた。経験な領主たちは宗教団体内における生活を終わらせ、ラトゥールの男爵たちはますます強大になっていった。彼らはフランス歴代の火の打ち所の内容たちに使え、浮き沈みがあったにもかかわらず生き残った。 第一回十字軍から帰還した騎士の一人、ベルトラン一世は十二世紀にポンビューという土地に騎士たちのコマンドリーを建設した。そしてサンドナのラバさんという土地にはベネディクト会派の女子修道院を建てた。聖地での第三回十字軍から戻るとベルトラン二世はフランス王フィリップ二世よりカモニでフランスと付ける栄誉を得た。ラトゥール家の紋章の原型にはギュルズ、 二つの窓と三つの縦眼、入り口を備えた銀の塔が描かれていた。その後フルールドリスが導入され、紋章には、青地に黄金のフルールドリス、入り口と窓と縦眼を備えた銀の塔が描かれた。同じ頃、ラトゥール男爵家は、オーベルニュの有力家系やフランス王家との結婚によって同盟関係を結んだ。彼らは、領地の影響力を拡大し、その名と領地によって、 フランス中部の最も強力な家系の一つとなった。むしろ簡素で、住民に思いやりのあったラトゥール家は、ベス、サンタマンタランドといった都市に検証を授け、または、オルセの町には、自治と人々に権限を与えた。1280年代、王室に非常に近い関係だったが、都市や意思決定の期間から孤立しており、男爵たちは、 ラトゥールの山城を離れサンサトゥル南へ移り住んだ。王国が分割され、裏切りによって国が腐敗すると、ラトゥールの男爵たちは、中世の誓いに背くことなく、百年戦争のすべての戦場で、フランス王と共に戦った。彼らは、オーベルニュで領地を荒らし回っていた、グランドカンパニーと呼ばれた傭兵集団を追放した。1389年、 ベルトラン四世とマリード・ローベルニュの結婚は、オーベルニュ家にラトゥール男爵領をもたらした。この結婚が寄与したものは、財産や名声の面で非常に貴重であった。ラトゥール男爵は、ラ・トゥール・ローベルニュ男爵、そして、オーベルニュ及び、ブローニュ博となった。1480年代、ベルトラン六世は、ビッグイコールルイコールコントに、フランシスコ会派修道院を建てた。 ベルトラン6世のコジャン3世は、父親の領地を継がせる女子を設けただけだった。娘たちの一人、マドレーヌは、1518年にウルビーの子を、ロレンツォ2世デメディチと結婚した。二人の間に生まれた、唯一の子が、フランス王妃にして三人のフランス王たちの母となった、カトリーヌ・ド・メディシスである。カトリーヌの娘で、王妃マルゴと呼ばれたマルグリット・ド・バロワは、 母の婚姻契約に盛り込まれた代用を主張し、東国と裁判に費やした長い年月の後、かつてのラトゥール男爵料の一部を最終的に与えられた。そのうちの一つ、ラトゥール城を1606年よりマルグリットは所有した。彼女の出産の後ろ盾とすべく、マルグリットは未来のルイ13世をラトゥール・ドーベルニュ団借料の唯一の相続人に指定した。 しかし、カトリーヌ・ド・メディシスの陰謀と悪なき野望のために、何世紀にもわたって蓄えられた物品は散逸し、支配者が個人的な釈材の返済に充てるために使われていた。ルイ14世は、フレデリック・モーリス・ド・ラ・トゥール・ローベルニュが治め、フランスと国境を接するブイヨン公領の土地と交換するため、ラ・トゥールの土地を利用した。男爵領の残りは、 15世紀に相続権の請求の代用として掘り出され、強力な法廷闘争となり、債権者と債務者の間で激しく争われた。創イコール1999年まで、LDH, e h イヘス、s シニ s e 2 0 0 4年以降は NSEE。ありがとうございます。